はい、レトロボーイ一郎です。今日はですね、また大宮駅に来てます。大宮駅のまた変わった自動販売機をこれから紹介していこうと思います。今日のランキーこれです。プロテインのね、自動販売機みたいなんですよ。上からプロテイン1730円。はい、まあ、ちょっと下は安くなってる1360円で、下が390-240円で、あ、バーがあるんだ。で、対応は電子マネーのみなんですね。で、隣は今補充してるみたいなんですけど、はい、プロテインホエイ100。こっちちょっと飲み物系ですね。飲み物とこのバーが売ってる感じなんだね。はい、じゃあちょっと買いたいと思います。これ380円のあれ買ってみようかな、うん、これを IC カード、うん、結構いい値段するんですけど、じゃあ番号をまずね、17番教えます。380円でカードをタッチする。はい、現金ダメなの？うん、お1個だけ上で、ね、バーレックス、豚、体に必要な栄養サクッと美味しい。チョコ、うん、美味しそう。チョコレート風味って感じ。これは家でちょっと食べてみようかな。はい、ね、はい、隣にはね、さっき言ったこっちにはプロテインのプレミアムチョコレート、いちごミルク、バナナオレ、レモンライム、違う飲み物があります。はい、粉末が売ってる隣にこの飲み物があるんだね、うん、このちょうど真裏だ。3台ぐらいこのプロテインの自販機限定であるみたいです。これも今150円が100円になってるということになってます。ちょっと向こう側のをちょっと買ってみましょうか。150円が100円だもん。これだ、冷たあったかい、ココアミルク、ストロベリー、アミノ酸、クエン酸、コンボだ、青汁もある。あ、でもちょっと、え、青汁のことやばそうだ、こんなある。どれにします？コンボタ2つあるから人気あるんだね。じゃあこれで、じゃあ電子マネーで。あ、35秒ぐらいかかる時間。これだ、今は100円なんだけど150円なの本。ちょっと俺このココアも買いたいんですけど。はい、あ、出てきた、出てきた。はい、じゃあこれ、じゃあ私次の買います。選べる。はい、うん、やっぱ35秒できた。はい、買いました。はい、じゃあさっき買ったやつ、ココアとココア、ちょっと飲んでみよう。あ、あったかさはちょうどいいんですけど、甘い。でも普段買うココアよりはマイルドになってます。あ、私の方
うん、するね、プロテインの味。うん、あ、うまい。程よい感じで飲めてしまいました。はい、ということで大宮駅のプロテイン自販機から帰ってきまして、先ほど買った、はい、こちらこのプロテインバーをね買ったんですよね。このバー X って書いてあるんですけど、まあ一応確認ですけど、チョコレート風味で380円、値段結構しますよね。体に必要な栄養サクッと美味しくって書いてあるんですけども、ちょっとすごい、うん、そうね、そういうの重要よね。214カロリーです。ちょっといただきます。うん、美味しい。チョコレート風味って味書いてあるんですけど、うまい。サクサク、うん、プロテイン感が、うん、うん、出ますね。やっぱタンパク質結構入ってるんだよね。何グラムする？うん、これ 15.6グラム。すごいね。うん、いろいろビタミンのバランスとかもすごい入ってまして、まあちょっと一番手頃なやつだったんでこれを買ってみました、うん、で隣にはほら飲み物、コンポタ飲みました。そう、コンポタとかココアとかで3種類のね、プロテイン関連の自動販売機が大宮駅に、うん、まあ改札出て外のとこで1月17日からね、これ2月6日の日曜日までの期間限定らしいんですよ、うん、なんでね、まあ、ぜひ大宮行った時には皆さん、あのこのプロテインの、あの自動販売機あるので、でその裏というかね、すぐ横に、まあ、すぐ前か、ラーメンのね、冷凍ラーメンの自販機、どうやらなんかこっちの方がね結構人だかりというか人気があるというかね、まあ、以前あの川口でね、あのラーメンの自販機も食べたんで、大体同じような系統なんでね、今回は買わなかったんですけども、ということで今日はあの大宮にできたプロテイン自販機を紹介してみました、本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。